今回はメイクをしていこうと思います。とりあえず今回使うコスメは全てデパコスでございますので、少しでも皆さんの参考になれればいいなって、はい、すごく思います。はい、まず最初にスキンケアから始めます。デパコスでございます。デパコスです。これもすごい高級なブラシです。というわけでどうだったでしょうか。イエーこの前ですね、上京したらやりたい理想のナイトルーティーンみたいなのをね投稿したんですけど、今回はモーニングルーティーン編をやってみモーニングルーティーン編をやってみました。イエーイ始めます。結構ね、今回も撮影が大変でした。外でね撮るのがほんまにやっぱり慣れんね今回も結構楽しく撮影できたかなってすごい思います。朝のクラシックで起きれたらほんまにかっこいいですよね。うん、私細くが歌うジャストダンスが流れても起きれないので絶対クラシックで起きれないんですけどこんな感じで私の理想を今日はやってみました。イエーイ。この後また NG 集が前みたいに流れると思うので、よかったら皆さん見てください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン。バイバイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバイ。めっちゃ汗かいた、あっち。あ、ただいまですわ。ちょっと液漏れが激しいデパコスでございます。恥ずかしい。これこの前同じところで撮影するんですけど、でも本当恥ずかしい。本当にお荷物でなんか変なウルロメメのカバンまで持って、恥ずかしい。近所の人に見られたし、前はおらんかったのに。あ、また人おる。子供おったらどうしよう、恥ずかしい。けど YouTuber は頑張ります。負けません。恥ずかしさなんかに、かっけえこと言ってんな私。普通に人が通るんよ、恥ずかしい。これ不審者やない？マスクしてこのサングラスなんかしたら、てか今やばいよね。普通に三脚立っててさ、こんなこと一人で話しとる人ってめちゃくちゃただのやばいやつ。マスク外しますね。恥ずかしすぎやろ。